どうも、赤妻よしんです。皆さんは、暴君ハバネロというお菓子を食べたことはありますか？まあ、その、暴君ハバネロというスナック菓子がありまして、まあ、お菓子なんですけどね。それがね、まあ、辛いお菓子なんですよ。ハバネロ。もう名前についてる通り、ハバネロを使ったお菓子なんですけども、まあ、それがこちらであるんですけどね。これが、暴君ハバネロ。現在発売されてる、新しいやつですね。帰ってきた暴君ハバネロ。2003年誕生当時のうま辛さ。美味しいんだけど、辛い。あ、逆か。めちゃくちゃ辛いんだけど、美味しい。みたいな、スナック菓子でございます。まあ私もかつて一回だけこの暴君ハバネロを食べたことあるんですけども、めちゃくちゃ辛くて、一昨年ぐらいかな、多分食べたの。めちゃくちゃ辛くて、その、時私の家に遊びに来てた友達と二人で辛い辛いって言いながら食べた記憶があります。でね、さっきネットでこの暴君ハバネロの口コミをね、いろいろちょっと調べてみたら、全然辛くないじゃんとか、もう思ってたより辛くなかったとかいう意見がすごい多くて、でも私は辛いものがもともと苦手なので、多分相当辛く感じたんでしょうね。なんで今回はこの暴君ハバネロの辛くない食べ方というのを、やってみようと思ったんですけども、もともと評価がそんなに辛くないっていう評価だったんで、なんと辛くない食べ方っていうちょっと情報が一切なくて、今回はそれを変更して、暴君ハバネロの美味しい食べ方、まあ、辛いかもわかんないけど美味しく食べられる、方法っていうのを一つね試してみたいと思います。暴君ハバネロの裏の、ここですね、材料というか、まあ、原材料のところにですね、オニオンパウダー、ガーリックパウダーとか、チキンパウダー、まあ、コンソメっぽい味がするんですよ、これは。辛いんだけど、ハバネロも含んでんだけど、コンソメっぽい味もするんで、今回はこの暴君ハバネロを使って、コンソメスープを作ってみたいと思います。ってことで、暴君ハバネロを使ってコンソメスープを作っていくんですが、まずはですね、コンソメスープの土台となるスープを作ります。まあこちらのね、まあマグカップとかでもいいんですけどもね、こういう小さいカップにこちらですね、お水をね入れておきます。どんぐらい入れるのかな、ちょっとでいいんだよ。もうね、今ご飯食べた後だからあんまお腹空いてないんだよね。だからね、ほんとにちょっとでいい。ね、今ねこんぐらい入れました。本当にね、半分もないぐらいかな。お水を半分もないぐらい入れて、沸騰するまで温めます。わぁ、やべぇ、沸騰。ちょ、量減ってるし。はい、お湯がね、沸騰、もうやばいっす。電子レンジで温めてたね、ちょっと。で、ここに、まあ、ひたひたになるぐらいでいいです。あ、入れすぎたからちょっと。戻すわ。入れすぎた、戻す。ハバネロ入れて、ちょっとね、蓋をかぶせて、4、5分ほど待ちます。はい、待ってる間に、ちょっと普通のババネロの味、ハバネロの味を、ちょっとね、もう一回確認してみたいと思います。いただきます。うまい。でもね、ちょっと下にピリってくる。ちょっと舌とか喉にピリッてくる感じです。なんかこの間食べた時ほど辛くは感じないな。さあ、そろそろもう時間経ったんじゃないでしょうか。でも逆にね、むしろ経ちすぎたんだよ。5、6分置いてしまいました。あのね、マニュアルによると4、5分だったんだけど、さあ、マニュアルによると美味しいコンソメ出汁が出てて、ピリ辛コンソメスープになっているということなんで、それを期待しながら開けましょう。あべん。え、お、あ、やべえ、水力やべえ。え？本当に？ふやけちゃったよ、これ。本当に？あ、でもなんか、ぽい。では早速、この、コンソメスープ？実食してみましょう。まあ、ハバネロがいい感じにふやけて、なんか逆になんか麺っぽくなってるんじゃないかな。いただきます。美味しそうだけどね、全然。いただきます。ああ辛い
が、辛さが増してるよ、これ。辛い。こちらちょっとスープを移してるんですけども、まあ、見た感じそうでもないでしょ？ほら。スープもなんかちょっと薄い、薄めって感じなんだよ。でもいや、なんかよく見たらトウモロコシの粒、トウモロコシじゃねえ。唐辛子のハバネロのね、粒が、ちょっと浮いてるかなっていう感じ。あと油がすごい。やっぱお菓子だから、もともと。めちゃくちゃ辛いです。さっき普通にスナックの時に食べた時より辛いです。美味しいんだけど、辛いんだよ。じゃあですね、もうスーパー辛いって分かったんで、このね、ふやけちゃったハバネロ、ふやけちゃったハバネロのお菓子本体を食べてみたいと思います。ちょっといっぱい取ろうもん。よし、いただきます。うん。おいしい。なんか、もちもちしてる。おいしいわ。スープもうまい。でもめっちゃ辛い。実はこのハバネロを使ったコンソメスープ、本当はあのこの帰ってきた暴君ハバネロとは別に超暴君ハバネロってめちゃんこ辛いやつがあったんですよね。で本当はそれで作るっていうのがレシピに書いてあったんですけど、全然超暴君ハバネロじゃなくても辛いっす。もしかしたらハバネロの量がちょっと多かったのかもしれないかもしれない。最初ね、入れすぎたってちょっと取ったんですけど、それでもやっぱ多かった。なんかでもひたひたになるぐらいって言ってたから、結構入れたんですけどね。多分分量的には合ってるんだろうけど、多分これが本来の味。あーちょっと少なめに作っててよかった。いっぱい作っちゃって辛くてくれんかったわ。あーもうまんね、また友達呼んでヒーヒー言いながら食べとかったわ。ちょ、ハバネロ残しとこう。これじゃなくてあのまだあるんで、ハバネロお菓子が友達に食べさせてあげたいと思います、これを。これはね、やみつきではないけどね、私辛いのあんま好きじゃないんで。でもね、全然美味しいよ。これが料理に出てきても、もう、普通に出せんじゃねえかなってぐらい。ハバネロももちもち美味しいっす。ということで、暴君ハバネロを美味しく食べようっつって、コンソメスープを作ったんだけど、辛さが倍増しちゃったっていう。成功か失敗かよくわかんない動画でした。皆さんもね、ぜひ普通のボークハバネロ売ってるんで、あの、普通にこういうね、マグカップにお湯をちょっと入れて、半分よりちょい下ぐらいかな、入れて、まあ、ボークハバネロを敷いて、ね、こう、なカップ麺みたいな容量かな、ちょっと。で、作ってみてください。まあ、冬なんでね、一応あったかい。あったかいんで、まあ、温まると思うんですけど、やっぱ辛いしね。辛いものって結構いいよね。だから、冬にはまさにぴったりなんじゃないかなと思います。皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。 See you next time!